今回もご視聴いただきましてありがとうございます。久保木ひろとです。今回は浜田省吾さんのアルバムについて語っていくシリーズで、その永遠の1秒2についてお話ししていきたいと思います。前作の他がために金はなるの時点で浜田省吾さんはすごく精神的に落ち込んでしまったわけですけれども、他がために金はなるは1990年のアルバムで、そこから3年がいて、その永遠の1秒2は1993年に発売されております。でこの間に浜田省吾さんにとって大きな出来事が一つあって、今も省吾さんいろんなコンサートの MC なんかでも唯一のヒット曲というふうにおっしゃってる悲しみや雪のようにっていう楽曲がキャリアの中で一番のヒットを飛ばした、それが1992年の出来事 で1992年には一度同じ事務所に入って関わりを持っていた尾崎豊さんが亡くなられてしまったりとか、省吾さんにとって大きな出来事がいろいろあったわけですけれども、特に悲しみや雪のようにが大ヒットしたことで省吾さんの知名度が一気に爆発したわけですけれども、ここで省吾さんの音楽を知ったっていう方もたくさんいて、そんな中で発売されたこのその永遠の1秒2というアルバムなので、当時悲しみや雪のようにで省吾さんを知った方々なんかは、次に出てくるアルバム悲しみや雪のようにみたいな切ないバラードとか、そこで省吾さんを知って過去の作品聴いた方なんかはファーザーズさんまでみたいなロックンロールナンバーが収録されたアルバムが出ることを期待されたかもしれないんですが、その永遠の1秒には他がために金はなるの匂いをさらに引き継いだ結構暗い作品ですね。でこのアルバムの特徴としてはシンセサイザーがかなり強く前面に押し出されていて、もう1曲目の境界線上のアリアからそれまでの省吾さんの作風にはなかった打ち込みがかなり多用されたサウンドになってるんですよね。あと裸の王たちもロックサウンドの1曲ですけれども、実はドラムが打ち込みなんですよね、このアルバムだと。でこれがザ・ベスト・オブ・省吾・浜田ボリューム3が発売された時にドラムが生の音に差し替えられていたりとか、とにかく全体的にデジタルな音を取り入れた作品 でなおかつ長い曲が多いんですね。境界線上のアリア、傷だらけの欲望、最後のキス、ここまで3曲とも6分超えとかの曲 で裸の王たちも7分ぐらいあるアレンジになっていて、アウトロの方にかなり長い演奏が入っていたり、最後のナンバーである初週もかなり長めで、このアルバムわずか9曲しか入ってないにもかかわらず55分あるんですね。 LP レコードには収まらない長さ、そんな省吾さんの作品の中でもかなり重厚な作品なんですが、あとは70年代の曲も2曲入っていて、悲しみ深すぎてがリアレンジされて収録されていたりで、70年代にライブとかで歌われていた曲がこんな気持ちのままっていうタイトルで入っていたりとか、かなりヘビーなアルバムではあるんですけれども、結構ポップな楽曲とのバランスもいいアルバムで、代表的なバラードである星の指輪もここに入ってますね。やっぱり悲しみや雪のように効果でこのアルバムめちゃめちゃ売れまくったわけですね。今でもブックオフに行くと280円コーナーとかで必ずこのアルバム見かけますね。それぐらいに当時たくさんの人が買った作品だと思うんですけれども、1曲ずつお話しましょう。境界線上のアリアですね。この曲はもう最近はほとんどコンサートでも取り上げられなくて、オンザロード2001でダンスとこの曲が立て続けで披露されていて、この曲すごく面白いのが、すごいデジタルのサウンドの中にホーンの音とかもしっかり絡んでくるので、30年近く前の作品ですけれども、おそらく今のリスナーにもかなり受け入れられやすい、ちょっとヒップホップとか R&B 系の匂いがする一曲ですね。歌詞の内容、この曲もすごく印象的で、死ぬ時は一人ってサビで歌われていて、前作のマイオールドフィフティーズギターの40回目の誕生日に自分の頭を打ち抜くやつはっていうフレーズぐらいに強烈な言葉が並んでますね。一人きりとか、2番の歌詞も君はすごく優秀なやつだって言われて生きてきたけれども、いざ自分が病んだ時にはみんなに見捨てられてしまったっていう、かなりダークな歌詞になっていて、省吾さんの作品の中でもかなり歌詞の内容がストレートな一曲ですね。で2曲目の傷だらけの欲望、この曲もかなりハードロック調のエレキギターが絡んでくる一曲ですけれども、すごくヘビーな一曲ですね。でこの曲はあまりコンサートで披露されない一曲で、ロードアウトムービーの方に入ってますけれども、当時の横浜アリーナの映像ですね。これがかなり印象的ですが、近年のライブではほとんど聞くことがないので、90年代のライブやるときにはこの曲も聴けるかなって期待してるんですけれども、これまでにあったブラッドラインとかダークネスインザハートみたいなヘビーさとはまた違ったヘビーさ で3曲目で急にエンディング感のあるようなナンバーが入ってきます。最後のキス、この曲も6分以上あるスローなナンバーですけれども、当時のコンサートでもライブの一番最後にこの曲披露されていて、この間 DVD が発売されたオンザーベニュー2013でも
もこの曲ラストナンバーとして披露されてます。だからロードアウトトラックスの方にあの最後のキスライブバージョンが収録されてますけれども、翔吾さんのスローなダンスは好きっていうオーディエンスへの言葉から始まりますけど、まあ、スローダンスっていう言葉が歌詞の中にも入ってくる、すごくおしゃれでドラマティックなバラードですね。この曲は掛け合いの部分とかを長子さんが歌っていたり、 A メロからいきなり長子さんのあのファルセットのコーラスが入ってきたりとか、とにかく翔吾さんと長子さんのツインボーカルぐらいの一曲で、まあ、そこのハーモニーの美しさも楽しめる一曲ですね。最後の曲が終わるまでっていう、まあ、長子さんの掛け合いとかがすごく印象的な一曲で、報われずいつも君は誰かに恋してる、虚しく激しくでもそれでいいっていう歌詞から、まあ、転調してキーが高くなって曲がだんだん展開していくっていう、ここもすごくドラマティックでとても美しい一曲です。ベストアルバムとかには選出されてないですけれども、翔吾さんの中でも屈指の美しい一曲だと思います。で、続いての曲がベイブリッジセレナーデです。で、この曲はベイブリッジ横浜を舞台にした一曲 でアカペラのナンバーですね。たがために金はなるとファーザーズさんにはアカペラナンバー収録されてなかったんで、ここで一度復活したっていう感じですね。このアルバムは翔吾さん結構横浜を舞台にされてんですよね。あのこの曲ではもうベイブリッジの風景とか歌われていて、歌詞にも横浜っていう言葉が出てきたり、でこんな気持ちのままでは茅ヶ崎っていう言葉が出てきたりとか、でこのベイブリッジセレナーデからの流れでこんな気持ちのままがあの続くわけですけれども、この曲翔吾さんのオールディーズへのリスペクトが結構楽しめる一曲だと思います。あのオンザアベニュー2013で披露された時にも、あの最初にラジオから翔吾さんの曲がノイズに乗って流れてくるっていう演出から始まっていて、結構モータウンとかの匂いが強い一曲ですね。でこの曲自分面白いなって思うのが、歌詞の内容も結構ねオールディーズとか60年代のポップスを和訳した歌詞に結構似てるなって思うんですよね。まあ、いつものように君に電話して呼び出してデートして、で12時になる前に家に送り届けて終わりっていう、こんなの耐えられないって、夜を一緒に過ごしたいっていう気持ちが詰まっている一曲ですけれども、まあ、男の下心みたいなものも結構詰まった歌詞で、まあ、60年代のポップスなんてほとんどが君のことが好きだ愛してるの歌詞ばっかりだったので、まあ、そういった歌詞を和訳してみると結構男の欲望が詰まってたりするんですよね。そういった要素もこの曲から感じられて、しかもキーがいいっていうのがいいですね。ロックンロールっていう感じで、こんな気持ちのまま帰れない、返せない。この曲も最後転調するんですね。で転調して単音じゃなくて一音上がるんですね。こんな気持ちのまま帰れない、返せない。転調するとかなりキー高くなるのもあって、オンザーベニュー2013ではキーが下がってましたね。まあ、次の作品であるセーバーワシップってアルバム のライナーノーツかなんかで翔吾さんおっしゃってるんですけれども、巡回するコードが翔吾さん結構好きなんですよね。セーバーワシップに収録されてる彼女っていう曲はあの巡回コードを使ってるんですけれども、この曲もサビがずっとド、C、A マイナー、D マイナー、G っていう、あのいろんな曲で使われてるコード進行なんですよね。こんな気持ちのまま帰れない、返せない。なんか C にすると余計オールディーズっぽかったりしますね。そしてこんな気持ちのままの流れですごくドラマティックな人気の高いバラードがきますね。あの星の指輪で、この曲はコンサートの定番曲でもあって、翔吾さんのファンの皆さんがとにかく大事にされてる一曲ですけれども、歌詞の内容は結婚して子供を持って結構な時間が経った夫婦が、まあ、子供たちをお母さんに預けて、で2人で久しぶりにデートに行くっていう、そんな歌詞の曲ですけれども、まあ、この曲に関してはおそらく今翔吾さんをあの熱心に聞かれているファンの方々とかは子育てが終わったぐらいの世代の方とかが多いと思うので、まあ、コンサートとか自分行ってもやっぱり自分の両親ぐらいの夫婦が手をつなぎながら翔吾さんの曲聴いてうっとりしてるなんていう場面もよく見るんですよね。世の中の翔吾ファンの夫婦の皆さんにとってはもうすごく大切な一曲だと思いますし、そんな夫婦はこの日本に本当にたくさんいると思うので、まあ、この曲に対する思いはもう何千通り何万通りあるんじゃないかなと思います。この曲も初週というバラード週の方でリアレンジされて、まあ、こっちはしっかりロックサウンドな、アレンジもこのアルバムに入ってるものよりも結構シンプルな構成になっていて、で後のオンザロード2005であのセンターステージで披露された
時とかは初週の方のアレンジを元にして披露されてますね。どちらもすごくいいアレンジですし、ただこのアルバムに収録されているバージョンはやっぱり尺が結構長め、6分ぐらいあるアレンジになっていて、これもどちらも違った良さがある、そんな感じですね。でこの後に翔吾さんのプロテスト色の強い楽曲の一つである裸の王たちが入っております。人間のエゴによる自然破壊とか歌った一曲ですけれども、でもこの曲に詰まってるメッセージのすごくいいなと思うところは、決して人間の欲望を否定してるわけじゃないんですよね。まあ、寒さに飢えている者たちに木を切るなと誰が言えるだろう、飢えている者たちにその土地を耕すなと誰が言えるだろうって歌い出しから始まりますけど、この曲30年近く前の曲なんですよね。それぐらい前の曲にもかかわらず、今もこの曲のメッセージって色褪せずに、なんか決して古い時代の問題ではなくて、あの今も我々が抱えている問題に何か一つ提起をしてくれる、そんな歌詞で、やっぱり翔吾さんの持つ視点の鋭さっていうのはこの曲にも現れてますね。で最後の一曲、初秋という曲ですが、この曲も非常に重い一曲ですね。歌い出しから戦火に倒れた恋人を抱きしめて泣き崩れる男を映すテレビニュースっていう、とてつもなく重い歌い出しから始まる一曲ですが、曲としてはスローテンポのバラードなんですけれども、ここにもたくさんのメッセージが詰められていて、まあ、それまでの翔吾さんのラブソングとはちょっと視点が変わっていて、この時点でも翔吾さんは40歳を超えられていたっていうのもあるのか、ちょっと死が絡んできたりとか、二人の永遠の別れについてこの歌詞では歌われていたりとか、それまでの君が愛おしくて仕方がないとか、あの恋が叶わない、あるいは恋を失ったあの辛さとか、そういったラブソングとは全然違う視点になっていて、まあ、翔吾さんというソングライターがあのリスナーと一緒に年を重ねていってるっていうことがこの曲でも感じられるんですよね。まあ、そんな愛しい人との永遠の別れをテーマにしたこの初秋という曲で終わる、その永遠の一秒にっていうアルバムですけれども、その次のアルバムであるあの青空の扉っていうアルバムの最後の一曲、青空の行方では、この曲に出てくる2人はもう結構いい年で、無邪気な恋に落ちるほど若くないし、もう夢見てたような未来が来るとは思えないっていうことも歌われてるあの曲なんですけれども、この曲の歌詞の中に永遠の一秒という言葉が出てくるんですよね。そっと時計の針を2人出会った夜に止めてしまおう、永遠の一秒前にっていうあの歌詞が出てきて、まあ、翔吾さんという人格がどの作品にも一貫して存在してるっていうのを感じられるんですよね。そんなかなりヘビーな内容の、あのその永遠の一秒にというアルバムですけれども、そしてこのアルバムに収録されている楽曲は、先ほども言ったあのオンザベニュー2013の DVD の方に今のアレンジでたくさん収録されているので、こっちとの違いを聞き比べるのもすごく面白いですし、あとこのアルバムからもうリマスター再発はされてないんですね。ただやっぱりその永遠の1秒2というこのアルバム、1993年の発売なので、やっぱ今聞くとちょっと低音が足りてない感じがするんですよね。だからまたこの辺の作品をあのリマスターして発売してくれないかなって自分はちょっと思ってたりします。このアルバムからさらに3年のブランクを空けて発売されるのが青空の扉というアルバムで、こちらはもうすごくポップで、翔吾さんの作品の中でも、まあ、翔吾さんご自身がとにかく気に入ってるアルバムで、素晴らしいポップスが詰まった一枚です。このアルバムについて次回は語っていきたいと思います。というわけで今回の動画は以上にしようと思います。ご視聴ありがとうございました。